飯島町市中間飯島町市、編山観光委員会、1996年。西岩寺は、長野県上稲郡飯島町にある、臨在宗明神寺派の古刹、三号をテル山と称する。本尊は、奉還無料呪物である。校長元年大覚前寺により創建と伝わる。樹栄年間聖岩、寺地東南に、 鎌倉幕府御家人の飯島氏が城を構えていることから、幕府の飛行を受けた禅宗をこの地に創建するのに、飯島氏が関わったと推定される。二世大通禅寺は、諸祖の偉業を称え大覚禅寺の存像を安置した。この像は昭和48年長野県だからに指定された。公安元年六世十字となった大鉄子殿により、 寺の遠隔や寺と飯島市との関係や内記など書かれた西岸寺記式が文書として残る。寺や一門の規則で昭和60年長野県だからに指定される。西岸寺記式によると六世代、鉄指導を中高として林寺山西岸前寺と呼び、海山大閣禅寺、二世大通禅寺、三世大本禅寺、四世初沖縄省、五世少林、 王将までの十字の名が挙げられている。六世代、鉄子丼は、飯島市一族の出身者で、祖父ためみ、父ため空、幼名を、駅坊。西岸寺の最高のため、仏心両面での寺の整備が必要と、規則を作ることから取り組み実践した。王安六年寺の三段な、飯島城主、ためみつ、ためみつのいとこため森、ためみつの王子ため高が治療を寄進し、 室町幕府より、諸山の漢字と定められ、この地の一大霊状として発展する。文章元年十世用、林正九和尚が十字に任命された時に、五山実節等の十字から送られた、祝文、用、林忠旧正九十世元寺形状諸山書が残り、昭和四十七年件だからに指定される。天正十年、織田信長の稲信仰により、 飯島町が落ち、西岸寺も陛下により消失するも、弁天堂、水月庵は免れた。時の十字十六世伊岩尾全寺家主座は本尊を、守り復興の基礎を作ったと伝わる。慶長六年、徳川家康の稲軍奉行、朝日受け久氏より、主因地二十八国を寄進される。上京二年主因地二十八国のうち上、片桐の随王寺に五国。 上久方の玉川寺に三国を分けて、将軍が変わるたびに、主院状を受けた。玄奈元岩美の国生願寺から入寺された、大局唯一五将と、仙台京雲、岐阜縄直,直,直が、県庁寺派から、京都明神寺派の寺院として、格好たる基礎を作り現代に至る。春田日常五将は、法暦五年に、白院禅寺を訪ね、稲の知への巡釈を願い、 公歴7年白院禅寺が西岸寺で、仏祖山教会を開校する。全国各地より150名を超える、僧と二僧等が集まった。天保年間の骨山古柱らおは、天保三年明神寺玉、大鳥院の達須職に任命され、安政二年明神寺の十字職に任命された。明治十九年間論道より出荷、本堂等消失する。 明治25年本堂再建。昭和34年本堂等火災消失。昭和38年本堂再建。昭和41年には、海山堂、伊廃堂、納骨堂を再建した。稲七福神恵比寿の寺として札所に登録されている。ABCDEFG、飯島氏及び飯島屋、飯島広市編集発行。2001年。 abcdefghijklmnopqrstuv 飯島調子中間飯島調子編産観光委員会1996年ありがとうございます。